というわけでおはようございます。今日はねアンジー君がやってきてくれました。アンジー君どうですか？鼻のアップですね。今日はちょっとね天気が曇りでね、あんまりね天気いい感じじゃないですけどね、もう3月がもう間もなくですね、やってきますね。アンジー君、いやアンジー君3月はどうですかね、どんな月になりそうですか？花粉がねやっぱりひどく飛んでるんでね、やっぱ花粉は辛いですよね。でもアンジー君あんまり花粉関係ないよね。アンジー君3月といったら何が美味しい食べ物ですか？菜の花の天ぷら。おー、つですね、おつですね、江戸っ子みたいですね。菜の花の天ぷらですか。なるほどね、あれは美味しゅうございますね。まあ、春の天ぷらって感じですかね。いいなやっぱりな。僕お花畑に連れてってくれたら取ってくるよ。おー素晴らしいね。なるほど、まあ桜もね咲くだろうしね、まあ綺麗な時期がね3月っていいですね。希望に満ち溢れる3月ね、そしてね寂しいお別れの季節もあったり、また出会いの季節でもあったりっていうね、3月4月っていうのはね忙しい時期ですよね。ではここで最後に、ご家族の皆さんに何かコメントをお願いします。僕は卒業式まだだよ。ああそうだね、卒業式、入学式もしたことないよ。まあそうだね、いつ、それはね多分ねないと思います。以上アンジー君でした。さようなら。